光に当たると知れぞ、おびき寄せろ。さすがは雑魚、たやすいものだ。あの石像がボスだ、皆を操ってるぞ。
逃がすな。ここで仕留めておくんだ。あっち側らしいぞ。これだけあっても使える機械はほんの一部さ。見て見て、こっちはまるで新品だ。慌てるな、足元に気をつけて。大丈夫。まずい。え？あ、逃げろ。
大きな音を立てると今みたいな事故が起こる。侵入者1名、事故で死亡。敵が落ちてくるぞ。避けろ。脱出。
ソード世界ミリミリミリ守る戦う逃がすか。その辺でもういいだろう。俺はやりましたよ。こいつがいなくなれば山に入りやすくなる。これからはいくらでも強い武器を作れますよ。任せてください。わかった、わかったから。やれやれ、こんな濃い霧が出たのは初めてだな。お、なんだあれ。大きな船が座礁するなんて。なんだ、おい、誰かいるのか。関、町の子供か。どこにいるんだ。こんなところに子供が。
でも見ない顔だな。もしかして君はこの船に乗っていた子かい？大丈夫、そんなに怖がらなくていいよ。やあ、体調はどうだい？咳は収まったみたいだな。ほら、今日はパンを持ってきたぞ。おいおい、大丈夫か？よっぽどお腹が空いてたんだな。誰も取らないから、ゆっくり食べるといい。なあ、お前はこの船で、いや、いつまでもお前のままだと呼びにくいよな。名前は何て言うんだ？黙っていちゃ何もわからないよ。困ったな。そうだな、ルイーゼ。ルイーゼなんて私の思いつきだが、嫌かな？一応喜んでくれているのかな。よかったよ、ルイーゼ。こんにちは、ルイーゼ。あれ？その赤いカバンどうしたんだ？船の中で見つけたのか。そういうお年頃なのかな。ちょうどいい。今日はパンの代わりにこんなものを持ってきたんだ。リボンだ。女の子が髪に結ぶものだよ。どれ、結んでやろう。できたぞ。似合ってるじゃないか。そこに落ちてるのは、手鏡か。これで自分の姿を見てみるといい。そこの明るい場所なら見やすいだろう。なんだ、嫌なのか。そうか、日の光。暗い場所に長い時間いたから目が弱ってるのかもしれないな。ずっとここにいさせるわけにもいかないか。なあ、いつかここを出て一緒に海を見れたらいいな。やあ、ルイーゼ。今日の分の食べ物だぞ。どうした？お腹は空いていないのか？そっか。最近あまり食べていないが、大丈夫か？よし。じゃあ、これはどうかな？ごめんごめん。これは歌というものだ。好きな歌を口ずさむだけで元気になれるぞ。歌は辛い人生をやり過ごす知恵さ。だから私は好きなんだ。下手だけどな。
声が荒れているな。無理をするなよ。でもうまいうまい。この町の灯台に知り合いが住んでいたんだ。もう亡くなったがね。その人がこの歌をよく口ずさんでいたんだよ。手紙を配達しに何度も通ったから耳に残ってしまってね。ずいぶん昔の話だよ。もしかして元気づけようとしてくれているのか。優しいな、ルイーゼは。そういえば手紙は書けたのか。この前書き方を教えてやっただろ。まだか。まあ焦って書く必要はないさ。それにしても私も随分と懐かれたものだ。初めて会った時は何を考えているのかもわからなかったのにな。なあ、いろいろ考えたんだな。うちに来ないか。娘ができるのも悪くない。そうか。嫌だよな。残念だが仕方ない。なんだ、床が濡れて。これは血？まさか。この子は船の入り口で見た。待て、死体の転がる船の中に女の子。何かがおかしいぞ。こいつ。この魔物はヤバい代物だな。この圧迫感ですら奴の吐息程度でしかないんだ。盛り上がってきたじゃないか。ええ、まさかカイネが感じていた気配はこの子が。あれ、君は久しぶりだね。配達員さん、ここで何を。ああ、実は最近この船に通っているんだ。その女の子はこのナンパした船に乗っていたみたいでね。外に出られるようになるまで世話をしていたんだよ。そうだ、そこのあなた、つかぬことを伺いますが、その子が出血しているようで。包帯を持ってきたのはいいんですが、その女性の月のものの処置はどのようにすれば。すみませんでした、あまりに失礼でしたね。そいつに近づくな。そいつは。やったか。なんだ、あの大きさは。おー。
なんとか死ぬ人。おい、何してる。さっさと奴を止めろ。体が、くそ、くそ。何してる。殺されるぞ。この人たちに手を出すな。ずっと騙していたのか。魔物の動きが止まってる。奴の魔力の中心、頭部を魔法で貫くのだ。なんだこれ。手紙。あいつが配達員に宛てたものだ。汚い字だな。おい、手本を見て必死になぞったんだろう。なんて書いてあるんだ。そろそろあいつも起きる頃だろう。行くぞ。私たちは望まない。不要な戦いを望まない。このまま共存することができるのなら、このまま穏やかに暮らし続けられるだろう。だが、あの男がやってくる。そうだ、あの男がやってくる。女も子供も皆殺しになる。どうすれば、一体どうすればいいのだ。俺たち、ポポルさんの村から来ました。もうダメだ。手紙の件についてお話を聞きたいんです。もうこの村はおしまいだ。
こういう陰気な輩であったな。村長、だってあなたが手紙を出してくれたんですよね。知らない、手紙など知らない。どういうことだ。他の者に聞いてみた方が早そうだな。村の者に聞き込みをしてみよう。手紙か、聞いたことあるような。知ってるのか。ないような。どっちなのだ。ところであんたはカイネさんの友達かい。そうだな。噂には聞いてるよ。魔物狩りをしているんだって。しかにこの村の魔物も全滅できるものならしておきたいところだが。そうか、全滅か。全滅、全滅、全滅、全滅。シロ、わかっておる。魔物だ。くそ、罠か。見ろ、我の危惧した通りだ。魔物に乗っ取った。帰りが遅いから迎えに来たぞ。すまぬ、祭りになってしまったものでな。私も参加させてもらおう。殺人祭りだな。カイネさんの村の人たちは魔物に乗っ取られてます。でも全員じゃない、人間も混じってる。そいつらは。女の方は魔物だ、騙されるな。姉さん、姉さん、お前たちこそ化け物じゃないのか。お前の姉さんはもう魔物になってるんだぞ。魔物だろうが何だろうが、僕の優しい姉さんだ。人が襲われておるぞ。カイネ、起きてくれ、目を覚ませ。エミール、カイネを頼んだ。俺はあっちを片付ける。わかりました。
あの黒い渦は一体。で魔物だというのか。村人たちが巻き込まれたんだ。いや、嫌です。このままじゃ僕たち村のみんなを。そんなの嫌だ。ゼルガーンド改ざんそうかけるわせちサラダ。
舞踏会とは豪勢であるな。こいつら魔物だ。 白。ああ、すまない。援護だな。<笑>
アイネさんを守ってあげてください。笑っておるのか。伏せろ化け物め。大変、大丈夫か。大丈夫か。ああ、それよりも。してほしいなどと思ってはいない。カイネ、なんだ今のお前の心。憎しみでも悲しみでもない。この家知るか。カイネさん大丈夫ですか。大丈夫だ。こいつらを蹴散らして先に進むぞ。実に面白い。
ゃん。ヨナ。一緒に帰ろう。妹についていた魔物は消えた。はい、ヨナを頼む。お前の悲しみが分かるなんて、そんな都合のいいことは言わない。仲間と妹を守るだけだ。彼女たちを危険にさらす者がいれば倒すだけだ。来い、魔王。
げる。兄ちゃんはもう食べたからいらないよ。お兄ちゃん、昨日もそう言ってた。本当は一回も食べてないのに。はい、ちゃんと半分こだよ。ありがとう。ありがとう。はい、お兄ちゃんの分。